北都銀行バドミントン部の松本真由選手が高校生を対象にしたバドミントン教室に参加し、一緒に汗を流しました。参加した高校生は運動に必要な食事についても学びました。教室には秋田市にある5つの高校のバドミントン部からおよそ50人が参加しました。栄養面についての講師を務めたのは元日本代表の水泳選手の柴田隆一さんです。テーマは体を動かすために必要な食事。北都銀行バドミントン部の松本真由選手も栄養面でサポートを受けながらパリオリンピックに臨んだ一人です。自分の体の中の動きだったりとか、こうどういう状態の時にそのいいパフォーマンスが出せるっていうのをなんかより詳しく分かるようにはなったかなと思うので、やっぱサポートをしていただいたり栄養の話を聞くことでやっぱ自分にもたくさん取り入れられることがあったなとは思ってます。汁物作戦で、これやることによってその食が細かったものが少しずつではあるけどしっかり食べれるようになってきた。そうするとまあガーンって成績を落としてもしっかり食べてるから風邪ひかなくなった。でしっかりまた練習を積むことによってまた次の大会いい成績が残せるようになった。教室では不足しがちな栄養を具材の組み合わせで補える汁物を食事に取り入れるなど日頃の生活から意識できる体づくりについて学びました。栄養とか意識してご飯を食べていきたいと思います。どのような食事を作ってほしいかとか具体的に伝えたいと思いました。高校生たちは体の動かし方も学びました。松本選手をはじめ北都銀行に所属する選手たちによるバドミントン教室です。あ、いいよあ、いいコース狙ってコース、あ、真ん中だよそれ、外側外側、あ、いたちょっと強くて松本選手は11月に北都銀行を離れることが決まっていて、これが秋田の子どもたちと深く交流する最後の機会になるかもしれないと言います。ヘアピンのやり方を教わって、あの右手をこう手前に出す、奥に出すというやり方を教わって、すごくやりやすくヘアピンができました。この後も部活頑張ろうと思いました。私も楽しまなきゃこう続けられてないので、楽しんでやることが一番だなとは思ってます。私たちだったりその地元の志田選手とかも見てこうもっと頑張りたいって思ってくれる人が増えるだけで私たちは嬉しいので、やっぱそういう意味でもこう北都銀行その秋田として頑張って、まあ、残り少ないですけど頑張っていけたらなと思ってます。世界で活躍する選手との交流を励みに、高校生がスポーツに必要な体づくりについて学びを深めました。